はい、皆さんこんにちは。坂木篤でございます。11時をちょっと回りました。2月の28日最終日でございまして、月曜日ですね。今千代田区はね13度で、この日はね15度でね、まあまあ日が照っててね、いい感じですよ。本当にもう明日から3月ということでですね、いやいや、だん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 春めいてきて嬉しいなという感じでございます。はい、さて、月曜日ですので、株式市場空いてまして、今マイナス 68.56 ということ、安く始まってですね、戻してプラスになって、今またマイナスになってという感じでございます。多分ね、あのウクライナ情勢がですね、停戦協議が今日から始まるというニュースでですね、あ、これで終わりやという終わるかという感じでですね、ちょっと楽観したところがやっぱあかんで、もしかしたらうまいこといかへんかもしれんでというですね、その悲観論が出てきてですね、あのなかなか難しい状態になってるという向きがですね、悲観論を読んでですね、いや大丈夫やっていう向きが楽観論を読んでるんちゃうかなという気がしますけどね。はい、ドル円がですね 115.50 と、どうでしょうね、あんまり動きないんですけど、10年利回り 1.91、 これもそんなに動いてないですね。原油高いですね、96.31、 つまり原油市場は悲観論が強いわけですね。金先物1913って、これもまあ若干高いんですかね、若干高い、つまりこれも悲観論ですね。悲観論楽観論を織り交ぜたところでですね、なぜかドルウォンがですね 1206.57 とですね、お安いわけですね。なんでやろうというのは分かりませんけど、さて、あの今日来る間に見つけた、これ面白い、むちゃくちゃ面白いニュースですね。これは昨日の23時09分配信、デイリースポーツなんですね、これ。ヤフーニュースのサイトを貼っておきますけども。木村太郎氏、10日続きはロシア破産、ウクライナ側の情報紹介、死亡ロシア兵機関が鍵と。ジャーナリストの木村太郎氏は27日、フジテレビ系ミスターサンデーに出演。ロシアのウクライナ侵攻について、戦争が10日続けばロシアを破産すると、ウクライナ国防省の情報を紹介した。ウクライナ国防省が発表したロシア側の損害は死亡兵士が4300人。これね、むちゃくちゃ多いですよ。これ仮にほんまやとしたらね。戦車146台、装甲車両706台、戦闘機27機、過去27日午後7時時点と、ウクライナが徹底抗戦して、ロシアからすれば抵抗が当初の予想以上だったと言われていると。まあ、この数字ね、4300人に戦車146台に、装甲車両706台に、戦闘機27機、半分にしてもすごいんですよ。半分にしても。つまり、簡単にいてこませると思ってたのがですね、いてこませんや、あかんや、なんかあいつら強いやん、しぶといやんみたいになってるわけですね、ロシアからすると。木村氏はウクライナ側の発表なので正確には分からないが、ロシアは相当損害を被っていると話した。その理由にウクライナ市民の士気の高さ、ゼレンスキー大統領が避難しないでずっとキエフに残ったまま投稿ビデオを通じていろんなメッセージを出している、これが効いていると分析した。続けて、コメディアンからなった大統領と随分揶揄されたが、実際に危機になったらとんでもない指導力を発揮していると評価されていると語った。そうですね、逃げるんかと思ったキエフからね。だって自分が戦争の目標であると言ってしまってるわけですよ。まあ確かにそうなんですよ、多分ね。ロシアはこのゼレンスキーと捕まえて失脚をさせてですね、親ロ政権を樹立するっていうのはですね、一つの目的のはずなんですよね。だからゼレンスキーがいつまでもこうやってネットにですね、お前ら頑張れ頑張れって、ウクライナは救われるんやって言うてる限りはですね、戦争終わらへんやってことですね。だからなんとかこう斬首作戦で、ゼレンスキーを捕まえたいんですけども、まあどこにいるかわからんでしょうし、まあ分かってても周り守ってるでしょうから、そう簡単にはいかないって、ね。さらにウクライナ国防省の試算として、ロシアは1日150億ドルの戦費を使っている。150億ドルというのはね、1日ね2兆円ぐらいになるんですよ。これちょっとずっとオーバーちゃうのと、2000億やったら話は分かるんですけど、200億でも話は分かるんですけど、150億ドルっていうのは
そんな使ってないと思いますよ。それ1年間 の、 あの軍事費ぐらいちゃうのって150億ドルって。10日続くと戦費がなくなっちゃうだろうと。だから10日頑張りゃいいんだと言い出している。そうしたらロシアは完全に破産しちゃうし、弾薬もなくなっちゃうと言っていると紹介して。弾薬がなくなるっていうのはね、あり得ます。なんと言いますかね、予想以上で激戦になると撃ちまくるんですよ、あいつらね。あいつらっていうか、一応、西洋の軍隊っていうのは弾薬の使用量がものすごいんですよ。映画見ててもバンバン撃ってますよね。お互い撃ちまくるんですけど、ウクライナ側はですね、もしかしたら EU 側から、NATO 側からですね、じゃんじゃかじゃんじゃか供給が来てると思うんですよね。だから一応大丈夫なんだ、大丈夫というか、届けばね、ちゃんと届けば大丈夫なんでしょうけども、ルーマニアあたりから入ってきてると思います。で、ロシア側は自国で生産してるんですけども、どう言いましょうね、そんなにね、業者の弾使うと思っていないから、なんていうことか、思っていたよりもたくさん消費してるんで、いや、10日や20日は大丈夫でしょうけども、それ以上になればですね、まあ、弾切れということもありえますね。その上で、鍵は死亡ロシア兵の帰還と指摘。アメリカでもベトナム戦争でも、日本語ちゃんと丁寧にやってね。でも、死体の兵隊たちが帰ってきて、それがきっかけになって、ドンと反省ムードが巻き起こった。ロシアでもポジティブ、ボディバック。が帰り出したら相当プーチン大統領への反発が高まるのではと想像した。それはそうでしょう。プーチンが始めへんかったらうちの息子らしなんですんだやというような親がいっぱい出てくるわけですよ。余計なことしやがってみたいな。そうなるとだん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 反戦ムード、遠戦ムードって広がってきます。おっしゃってる通りですね。ベトナムはそれでね、なんでアメリカは撤退したようなもんですからね。さらに落としどころがなくなっちゃったんですよ、この戦争。どうやって収めるんですかねと首をひねった。落としどころというのはゼレンスキーを捕まえて失脚させてですね、親ロ政権を樹立するというところと、東部2州の独立を認めるというところなんですけども、今市民がね、市民が13万人という別の記事で出てたんですけど、13万人も志願してです、銃を取ってるんですよ。つまりもうそんな絶対許さへんということで、かなり戦意が高いんですね。で、世界中の世論がウクライナを味方してる。世界中ですよ。俺、知らんとか言うてる国が2つぐらいありますけども、主な国でね。でも知らんって言うだけで、ロシア頭頑張れとは言うてないわけですよ。俺知らんだよね、知らんもん、そんなよそごでもって言うてるのが、中国とインドなんですけど、それ消極的支持でしかないわけですね。積極的に頑張れと言ってるわけではないし、そんなことしたらまた世界から白い目で見られますから、できない。で、その他全てと言っていいぐらいの世界の国々がですね、ウクライナを支持してる。やっぱり頼もしいですよね、ウクライナ人にとったら。なんで、今情勢は日に日にロシアにとって悪い。世界の空気はですね、日に日に劣悪となって、今日朝来る間で見つけた記事でですね、スイスがですね、ロシアの資産を凍結すると。凍結する。そのね、スイスって中立なんですね。永世中立国ということが認められてて、国連にも加盟してなかったはずなんですね。もちろん EU にも加盟してませんし、ましてや NATO にも入ってません。非同盟の国なんです。だからどっちからもお金が入ってくるんですけども、で、こういった場合中立ですからですね、そのなんていう、片方にだけペナルティを課すということはしないはずなんですよ。それがですね、ロシア関係の資産を凍結すると言うてるわけですから、これはかなり痛いんちゃうかなと。まあ、プーチンはそこまで考えていないと思うんで、多分スイスの秘密口座にしこたま金は入れてると思うんですね。自分がこう亡命するような時に備えて、それ凍結され、凍結されるというか、要は使えなくなるわけですからね。よほどのことがない限り、その凍結は解除されないんですよ。です、これは言いたい。その超を超える額があるというふうにされてましたね。だからほとんどみんなその個人、プーチンやその側近やらが個人でですね、どんどこどんどこっとですね、秘密の、あれを、資産を預けてるわけですね。で、もちろん、
スイス側はこれがプーチンのって知ってるわけですよ。その名前はこう明かされていなくてもですね、それが分かってしまってるんで統計するのはとかなりこれは痛いですね。なんかかなりね今ねプーチンにとっては誤算続きという感じではないかなと思いますね。はい、このヤフーニュースのサイト貼っておきますんで、今全部私読みましたけど確認されたい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございます。